リモコンをクリックするだけで別世界が広がることがあります。ウォッチモチャジャパンへようこそ。今日は史上最高の TV クロスオーバートップ20後編。このランキングでは2つの異なるテレビの世界を1つのストーリーにまとめたエピソードやスペシャル番組を見ています。ただし、もともと1つの世界に属していた番組間のクロスオーバーは除外。例えばアーローバースのクライシスオンインフィニットアースは対象外としています。第10位、アイダン。ベルエアのフレッシュプリンセス、アーノルド・ボーヤは人気者とザ・ジェファーソンズ。最終回はバンクス家の旅立ちだけでなく、他の愛すべき TV ファミリーが戻ってきました。シャンパイン。ベルエアの豪邸が売りに出され、エピソードアイダンのバンクス家のオープンハウスに懐かしい顔ぶれが立ち寄ります。Come on, shake a leg. We gotta get rid of that universal tour and see the backdraft ride.Oh, then you should probably leave now before the fire goes out. Oh, believe me, Will. The fire went out a long time ago. 放送終了から10年以上が経過した今、アーノルド・ジャクソンとドラモンド氏が再び登場し、家の様子をチェックしています。At night, you can hear the wailing of the dead. What you talking about, Will?バンクス邸は最終的にジョージ&ルイーズ・ジェファーソン夫妻の手に渡りました。 We have a buyer! A couple, the Jeffersons. 第9位、最高の治療法、アーチャーとボブズ・バガーズ。スターリング・アーチャーとボブ・ベルチャーは共に H ・ジョン・ベンジャミンが声を担当していますが、それ以外は全く共通点がないと言っても過言ではありません。この巧妙なクロスオーバーでは2人が実際に同じ人物であることがわかります。Where the hell are Russians trying to kill you? 記憶喪失になったアーチャーはハンバーガーショップを開き、結婚し、3人の生意気な子供たちを育てていきます。KGB agents, 12 o'clock. What? Don't move a muscles, Amerikietskis! ボブズバガーズに KGB が現れ、ボブ、アーチャーは真実を求める旅に出ることになります。彼は記憶を取り戻し、女たらしで命知らずのスーパースパイとしての人生に戻るのか、フライパンのみぞ知る。Is everything? Everything's fine. We're close, Bob. It's Linda. Take the kids in the back. Kids, go in the back with your mom. 第8位、ステフの先手必勝、フルハウスとファミリーマターズ。スティーブ・アーケルはフルハウスのこのエピソードでもショーを独占しました。How annoying could one kid be? Honey, I'm home! 科学博覧会のためにサンフランシスコを訪れたウルケルは棚開けを訪れます。ジェスリーとダニーは2分ほどチーズの話をしただけでもう十分だと判断しています。アークルはミッシェルにお金のことを教えた後、新しいメガネに不安を感じているステフに洞察に満ちたアドバイスをします。 As good as I look now アーケルとキミー・ギブラーのシーンがないのは残念。完璧にお似合いの2人なのに。第7位、シンプソラマ、ザ・シンプソンズとフューチュラマ。お互いがお互いに番組内で何度か触れています。 Bite my shiny metal ass! A robot with a catchphrase! 2010年のコミックを除いてこの2つのマット・グレイニングのアニメはまだクロスオーバーを経験していませんでした。ホーマーとベンダーはお互いに不気味なほど似ていることに気がつきます。ベンダーがホーマーを倒すために送られてきたことを思い出すと気まずい雰囲気になります。But we bowled together. Oh, I can't do it. 狂乱の未来を防ぐことはできるのか。このエピソードは非常によくできていて、ラーとカンとコドスの会合を含め、両方の番組を巧みに引用しています。このクロスオーバーはハロウィンスペシャルの延長のようなもの。ルールブックを無視し、クリエイティブな設定で楽しんでいます。第6位、スクービーナチュラル、スーパーナチュラルとスクービードゥシリーズ。Hey gang, what do you say we give this guy a lift? Jenkins?スクービー・デューはジョニー・ブラボーからバットマンまであらゆるキャラとコラボしてきました。バットマンはグリーン・ホーネットとのクロスオーバーを含め、心躍るようなクロスオーバーを経験しています。
しかしチームワークとしてはウィンチェスター兄弟と元祖スクービーギャングの出会いを超えるものはないでしょう。Dean? What just... You're a cartoon! I'm a cartoon! サムとディーンはこの愛情たっぷりのクロスオーバーでアニメ化されます。これはスクービーの恐怖の夜は楽しくないに基づいています。A night of fright is no delight. What? That's the episode we're in. I've seen it like a million times.このおなじみのミステリーは予想外の展開を見せ、普通の土曜朝のアニメでは見られない愉快な大人のジョークが飛び出しました。Great working with you, Velma. You too, Sam. Those shoulders. ディーンは子供の頃の純粋さを維持しようとしながらもダフネとラッキーを狙っています。第5位、フィービーの双子対決、フレンズとあなたに夢中。リサクドローはフレンズでフィービーワフェイ役、あなたに夢中でおちょこちょいのウェイトレスアースラを演じたことで知られています。 How come you're working here? Right, yeah, cause it's close to where I live and the aprons are really cute. これらは同時期に放送されていたため、プロデューサーはこのキャラクターを双子の姉妹にすることに。 I think Ursula likes me. All I ordered was coffee. She brought me a tuna melt and four plates of curly friesフィービーの双子対決ではジョイがアースラと出会い恋に落ち、ジェイミー・ブフマンとフランがフィービーと出会うことで混乱が生じます。 Excuse me? Yeah. Hi, it's us. Right, and it's me. So you're here too. このエピソードではこの年 ER で大ヒットしたジョージ・クルニーとノア・ワイルが演じる2人のキュートな医師も登場します。Aren't you a little cute to be a doctor? Excuse me? I mean, God, young, I meant young. young to be a doctor. Oh, good, Rach. Thank you. Right.両シットコムは1994年の NBC のブラックアウトサーズデーというイベントにも参加していました。The entire city is blacked out. Mom says it's all of Manhattan, parts of Brooklyn and Queens, and they have no idea when it's coming back on. 第4位、タイムボールサーガン。サブリナとボーイミーツワールドと、もし願いが叶うならとティーンエンジェル。 ABC はサブリナとボーイミーツワールドの成功を TGIF の新番組に引き継ごうと必死でした。 I don't feel so good. Maybe I should have chewed that thing. I'm too full to lick myself, so maybe I should just watch a little TV. 4つの番組のクロスオーバーの発端は、夜の最初の番組でサブリナの黒猫がタイムボールを飲み込んだという話。 You know, I wonder what it was like during World War II. And away we go! その後セーラムは他のシットコムを新しいエキサイティングな時代に突入させました。 I'm having a blast. We don't have to go to class. Everyone hates Libby and except for the fact that a few people smell, this era rocks! サブリナは60年代、ボーイミーツワールドは第二次世界大戦、もしも願いが叶うならは50年代、ティーンエンジェルはディスコダンス。 Wanna do the bump? I think in any decade the answer would be no. 野心的なクロスオーバーですが、これが成功したかどうかはあなたの味方次第。 Now that the war is over, what are you gonna do about Topanga? I'm gonna pop the question all over again. You got moxie, kid. 第3位、X コップス、X ファイルと全米警察24時コップス。 We got a report of somebody lurking around the neighborhood making noise.Actually, I take that back. I got a report of a monster. X-Files は SF 番組の中で最も影響力のある番組の一つ。しかし、面白くしようと思えば最高のコメディ番組にもなり得るのです。モルダーとスカリーがシンプソンズに出演しても違和感がないのも不思議ではありません。Are we alone in the universe? Impossible. When you consider the wonders that exist all around us, voodoo priests of Haiti, the Tibetan numerologists of Appalachia, the unsolved mysteries of unsolved mysteries. 風刺の効いたエピソードの中でも、X コップスはその技術とコンセプトで際立っています。X コップスを見たことがない人でも、その設定や筋書きには馴染みがあるでしょう。So you're saying that the wasp man attacked you both times here and earlier in the patrol car?Not saying that that's what it was. リアリティショーの監修を揶揄していますが、同時に謎と恐怖に満ちた魅力的なストーリーを語ることに成功しています。 You're a damn sheriff's deputy, Wetzel. Don't be afraid now. And you're on national television, so cowboy up! X-Files はそのルーツから大きく外れることはありません。第2位、シンプソンズガイ、ファミリーガイとザ・シンプソンズ。 Intellectual theft! What do you have to say about that, Griffin? Go!
これは大々的に宣伝されていたので視聴者の反応がまちまちだったのは仕方がありませんが、シンプソンズガイはファミリーガイとザ・シンプソンズのクロスオーバーに求められる全てのものを提供してくれました。Oh my God, that was great. グリフィン家のスプリングフィールドへの旅は草原のアニメーションと独創的な引用に満ちた笑いを次から次へと提供してくれます。 You lived in Springfield? Yeah, I worked at the Quickie Mart, researching a role. バートがスチューイに喧嘩を売ったり、ジェームス・ウッズがジェームス・ウッズに会ったり、ホーマーがピーターとチキンファイトをしたりと、クラシックなキャラクターたちのやりとりが一番楽しい。 Worst chicken fight ever. フレッド・フリントストーンは皆をパクリだと罵倒しました。If you ask me, neither of these beers is wholly original. They're both pale imitations of my favorite beer, Bud Rock. 効果的なテレビのクロスオーバーはとても満足感がありますね。自分の好きなキャラクターがお互いに交流するのを見るのはとても刺激的。彼らが同じ世界に住んでいると考えるとさらにクールですよね。また再会する可能性もあるのですから。信じられないかもしれませんが、これよりずっと壮大で象徴的で影響力のあるテレビ番組のコラボがあるのです。その前にランク外になった作品をご紹介します。 Just this morning I saw this big billboard and it said cheap tickets to Hawaii and I thought, yeah, you know, why not? Why don't I just max out my credit card and just go to Hawaii? What? Am I making any sense to you?Perfect sense. An edict from George Washington ordering the remains of General Howe to be entombed not in England, but in the colonies. Preferably in Sleepy Hollow. This nimble scorpion should make my point! That might work, Jafar, if I were Hercules, but I'm not. What? And I'm not a Latin.Finish line. I'll try that. Huh? The finish line is my friends. Yeah! You got it. Woo-hoo-hoo-hoo! Thanks for the help, Tails. Oh yeah. You're up, pal. Yep. Okay. Okay, let's go. 1位のご紹介の前に最新動画をお見逃しのないようチャンネル登録をお忘れなく。更新ごとに通知を受けるかどうかの設定は変更可能です。第1ジェットソンズ・ミート・フリントストーン、ジェットソンとフリントストーン。 Hold still, Dino! ハンナ・バーベラ社はクロスオーバーを最初に試みたスタジオではありませんでしたが、ジェットソンズ・ミート・フリントストーンがこのコンセプトを広めたのは確か。 How about that, Fred? I never heard a tin can talk beforeハンナ・バーベラ社が原始家族と究極の未来家族を出会わせるのにこれほど時間がかかるなんて誰が思ったでしょう。 Now, son, I know this is difficult for you. Heck no, he's doing all the work. At last, somebody who appreciates me. 彼らはエルロイ・ジョットソンのタイムマシンによって未来と過去からやってきて出会うことができたのです。 What is it? It's my time travel machine. You're right, I don't believe it works.Then how do you explain this? アニメの王道を行くこの作品では独創的なコメディシーンがたくさん用意されており、もちろん心に響くシーンもありました。 Don't hold food over the Pegasaurus disposal. Was that Jane? 30年以上経った今でも全てのクロスオーバーに勝るクロスオーバーとなっています。 Big Rock, we're on our way. We can't wait to get home. Come on, John. Bye, Fred. Barn. So longいかがでしたか？ウォッチモジョジャパンの他の動画もぜひチェックしてください。チャンネル登録したら通知をオンにして最新動画のお知らせも受け取って。